どうなの？準備できてるかしら？そうね、とてもいい出来だと思うわ。成功するか楽しみね。見事だったわ。あなたの才能でここまでできたのは単なるまぐれなのかしら。なんだ、お前か。何か用かい？ああ、いいよ。なんだい？悪いけど、その日は忙しくてね。他、当たってくれよ。すまないね、忙しいから。じゃあな。そういえば、ここのところ勉強頑張ってるみたいね。素晴らしいわ。仕方ないわね。よくってよ。そうね、行ってもいいわ。ええ、分かったわ。遅れないで来てくださる？
初めてお会いした時から私あなたのことが気になってましたわ。夢にまで見るほどに。今もあなたのことを考えると胸が張り裂けそうなの。この気持ち分かってくださるかしら。あら、こんなところで何してらっしゃるの？もしかして、今の告白、聞いてらしたのかしら？あら、そう。お気になさらなくて結構よ。あれはお芝居のセリフですもの。私、一人でお稽古していたんですの。驚いたかしら？あら、そうかしら。嬉しいわ。でも、自分ではより完璧に近づけたいと思ってますの。あなたも早くこれぐらいできるようにならなければ世界で通用しなくてよ。それでは、失礼するわね。そういえば、ここのところ芸術センスが良くなったみたいよ。仕方ないわね。よくってよ。あら、何かしら。そうね、行ってもいいわ。ええ、分かったわ。遅れないで来てくださる？The first snow is undone. ごめん、ごめん、冗談や。とっさにこういう英語が通じるなんて、やっぱりさすがやね。
ふむうの君、どうしたの？そういえば、最近成績が良くなったみたいね。ごめんなさい、用事があって急いでいるの。あら、出迎えの花束ぐらいないのかしら。席取ってくださる？楽しみだわ。行きましょう。